だね。大工の元素になりましょうか。ベラメ町早期って、そんなサブタイトルだったんですね。騒動期か。まあね、これが公式で言うたら手に入れたようなもんですからね。そう考えれば嬉しいですね。いやー、すごいな。完全食ですもんね、もちろんね。ラーメンがもったいない。あ、やられた。いや、これはね、日本版やるのは初めてですよね。アーケード版は何回もね、何回もつか、前もやってますけど。え？難しいな。怖っ。ああ。むずいな。あ、こっからできるんや。やられたところから。ええ。一発でやられるんですね、これね。ヒットポイントないんですね。ヒットポイントとか体力ゲージが。めっちゃ難しいやん。降りてこないのか、こいつら。飛ばしてくるんですよね、これ確か。このあれをドラム、あ、乗れるんや。倒した。あ、ボスや。ああ、どっから始まる？あ、ボス戦からや。難しいな。うわ、むずいわ、これ。これタイミングよくやらないからねな。投げてきたときと、うまいことこうね、打ち返さないかんってことやね、これ。結構硬いな。あ、倒した。はい。
ゆけゆけ軍さん、やつらの開発を食い止めろ。はい。行くぜ。あらら。おあれは痛いな。今のは痛そう。おお。ああ、そうか。上からか。覚え芸ですね、これ完全に。こんな木でね、跳ね返すのはちょっと普通に考えたら無理そうですけどね。木の方が潰れそうですけどね。コンクリートと木だったら絶対コンクリートの方が強いと思いますけどね。ああ。あと一回やりましょうか。これでゲームオーバーになったらちょっとやめましょうか。あ、下か。これ、動かさない方がいい。あ、動かさないかんのか、これ。動かさないとあれなんですね。あ、でかくなった。ああ。難しいな。怖っ。あ、上にも飛ばすんかい。もう、まあ、死んだところから始まるっていうのは優しめですね。ここは。上まで伸びきれないのか、こっち。出てこない。おお、マジか、おい。はい。じゃあ、これで終わりたいと思います。このゲーム。はい。いや、面白いですね。